国民を無視した政権構想。こうした中で多くの人々が自民党を離れていった。河野洋平、山口俊夫議員ら6人は自民党本部に中曽根幹事長を訪ね離党届を提出。混迷の自民党を去り、新自由クラブを結成した。自由民主党は長老支配の下で密室的な権力構想に終始しているのが実情です。自由民主党の衰退と老朽化はもはや歯止めの効かないところに来たと考えます。ここに至って私たちは自由民主党がすでにその時代的役割を果たし終えたとの認識に立って党からの離脱を決断しました。東京拘置所から2億円の保釈金で出てきた田中前首相。今年の3月に起こったロッキード汚職はついに政府高官に及び、田中前首相の逮捕に続き、元運輸大臣橋本富三郎、元運輸政務次官佐藤孝之も逮捕された。8月24日の自民党両院議員総会を機に政権構想は一層の激しさを加え、党五役は事態収拾に苦慮。局面打開策として3項目にわたる収拾案を作成。これを中曽根幹事長が三木首相に提出。首相はこの収拾案をもとに再度福田副総理、大平大蔵大臣を官邸に招き協力を求めた。会談後、両氏は党本部で記者会見を行った。一致団結、困難な時局に対処してならんと、行かなきゃならんと、まあ、相ともにですね、協力し合ってやっていましょうということにつきまして、意見の一致を見た。しかし、船田中、堀茂氏を中心とする挙党体制確立協議会はこれに強く反発。福田大平氏に事情を聞くとともに、今後も議員総会で決議された討議を進めていくことを確認した。党史始まって以来の危機に直面している自民党。揺れ動く政局、事態収拾はまだまだ先になりそうだ。